はい、おはようございます。浩平です。本日はですね、この今アメリカ、物価ちょっとずっと上がってきているわけなんですけれども、じゃあまあその流れでですね、まあ年収じゃあどれぐらいあったら、まあこのロサンゼルス、アメリカロサンゼルスですね、まあ住めるのかと、まあいう質問に、お答えしていきたいと思います。まあそれとですね、まあ多くの、日本人の方、まあちょっと勘違いしている部分あるのかなと。で、そこが理解できないと、まあちょっとここに来たとしても、まあ厳しいというその状況ですよね。まあその辺も、まあわかりやすくお伝えできればなと、思っております。はい。でですね、まず年収。ね、この、ま、アメリカ、まあ、広いわけなんですけれども、まあ、その中でも、このロサンゼルスっていうのは、ま、すごい物価の高いところで、まあ、有名なんですよね。うん、まあ、他の州に比べて。で、この年収、まあ、具体的なちょっと数字で言うと、ロスでも、ま、住むエリアによるんですが、大体ですよ。まあ、年収で、ま、6万ドル。まあ、そうすると、日本円で今のレートだと、ま、800万円ぐらいはないと、まあやっていくのは厳しい状況かなというのはまあ間違いないかなという感じです。はい。うん。まあ6万ドルっていうと、まあその月収にしてだいたい5000ドルぐらいですよね。まあ5000ドルですので、まあ結構稼がないといけない。で、それで、まあ裕福だかそういうのではなく、ただやっていくだけですよ。やっていくだけで、やっぱり月に5000ドル、年収で6万ドルぐらいないと、まあ、やっていくのすら、まあ、難しいという状況です。まあ、食べ物にしても、まあ、ね、じゃあ自炊しますってなったとしてもですよ。やっぱりレタスなんかも、まあ、700円とか、一つ700円とか超えると、まあ、結構厳しいと思うんですよ。やっぱ一般のご家庭でっていうのは。まあ、安いのも探せばあるかもしれませんけれども、まあ、ああやって買い物動画、お買い物動画上げている通り、まあ、あの値段ですんで、厳しいと。じゃあ、ファーストフードで、まあ、簡単に済ませましょうってなったとしても、やっぱり、ね、先日もまあ、マクドナルドとか、サンドイッチとか、サブウェイさんでまあ、ご紹介しましたけどね、やっぱあれぐらいの値段いっちゃうんで、まあ結構厳しい感じなんです。で、まあその流れでですよ、じゃあ何が一番高いのかと、まあ保険とかまあそういった高いのもありますけれども、で、一番高いのが、あ、ちょっと犬の毛が入ってきた。口に。はい。でですね、今一番高いのが、皆さんのそのポケットから一番出る大きいものが、家賃になるんですよね。で、これが、むちゃくちゃ高いから、多くの人は厳しくなっちゃうということなんです。まあ、家持ってる人であれば、まあ、家のローンになるわけなんですけれども、で、固定費を結局、抑えてあげないと、いけないんですよね。その、まあ、生活を楽にするためには。なんですけれども、この固定費、家賃がべらぼうに高いから、厳しくなっちゃうということなんです。じゃあ、その家賃、じゃあ、アメリカ、このロサンゼルス、まあ、大体どれぐらいですかと。まあ、いう質問なんですけれども、まあ、これもですね、その、海側だったり、まあ、その景色の、まあ、いい、その、まあ、エリアとか、ね、その治安のいいエリア、もしくは、治安の悪かったり、まあ、そういったエリアもありますよ。ね、その牧場とか、ね、何にもないところ、ロスでもあるんですけれども、一概には言いませんけれども、だいたい、まあ、2500ドルぐらい、家賃、一月ですね。2500ドルぐらいは出さないと、まあ日本で住んできた、まあそこそこいいような日本がいいとした場合、まあ日本いいと思うんですけれども、まあそう、いいエリアに住もうとすると、やっぱ2500は出さないとちょっと厳しいのかなという感じです。うんで、まあそれも、ね、部屋2つ借りるのとか、3つ借りるのとかによって全然変わってきますし、まあでも大体2500からまあ3000ドルぐらいかなと、まあいう感じですね。日本円で34万円とか、まあ、40万円超えちゃうわけですよ。まあ、これがね、全然その高い方ではないです。この LA では。まあ、高いところはいっぱいありますし。で、まあ、その、日本でいうその 1K っていうのかな。まあ、そういう、まあ、小さいところもあるんですけども、その数も限られてて、あってもそんなにいいディール、安くないんですよね。で、やっぱり2500ぐらいは見ないといけないと。で、ここで話は終わりじゃなくて、で、多くの人はここで、じゃあ2500かと思うかもしれないんですけど、それが、このロサンゼルスですと、まあ、大体 10%、家賃上がっていくっていうのは、まあ、普通なんですよね。いつ上がるかっていうと、その契約の更新ごとに、まあ、大体1年に1回ぐらいなんですけれども、例えば、3000ドルだった人が、じゃあ次、ね、家のオーナーさんが、次、もう1年住みますかと、まあ、なった場合、じゃあ、住みますとなったら、じゃあ 10% アップですけど、よろしいですかと。3000ドルやった人は3300ドルになるわけです。まあ、これがですね、20% の人もいます。3600ドルになる人もいます。
で、これが、ここなんですよ。で、ここがちょっと勘違いしてしまってるのが、アメリカっていうのは家賃が一般的には上がっていくんですよね。多くの州において。で、これが都会であればあるほど上がり方がむちゃくちゃ早いんですよ。で、嫌だったらまあ住まなくてもいいということなんですけれども、で、ここで日本から来られた人勘違いしてしまうのが、いやいや、私、ちゃんと家賃毎月払っているのになんで上げられないといけないのと。ね、すごい丁寧に使っている。もう誰にも迷惑かけない。隣の人にも、まあ、もう優しくね、隣人ともうまく接してる何も問題ない私がどうして 10% 上げられないといけないのと思うかもしれないんですけれども、それ以上に借りたい人が、その、物価が上がっているんですよね。需要が多いわけなんですよ。でして、家のオーナーさんは 10% しか提示してないかもしれないんですけれども、新しく募集しちゃうと、今度 30% ぐらい上げても全然来ちゃうところいっぱいいるんですよ。でもその流れで、まあ、もしこの流れで住んでくれるんだったら 10% でいいですよっていうような、まあそういった金額になるんですよね。で、ここを、まあ理解しないといけないんですよ。で、そして、で、自分の給料が、まあ、上がっていかない、すごく上がっていかないといけないっていうことなんですよ。だってインフレの率が早いですから。まあ僕ちょっとYouTube でずっと動画、言ってきてるんですけど、まだまだ上がるはずですって、もう毎回言っているんですよね。で、そして上がってきている。落ち着くことはないんですよ。ずっと上がってって、で、ですので自分の給料もそれに合わせて、まあ今6万ドルって言いましたけれども、もっと上がっていかないと、トントンにならないんですよ。要は、貯められないんですよね。貯められなかったり、まあ、6万ドルあったら、ま、何もお金をほとんどの人は残らないと思います、年収。で、そんな中で、家賃とか、ね、食費なんかも上がっていくわけですよ。ファーストフードなんかも上がっていくわけですよ。で、そうすると、まあ、それ以上稼いで、トントンにやっとなるっていうような状態になるんで、で、そこも計算して、考えてこないと、多くの人は、ダメになっちゃう。まあ、力尽きちゃうっていうことなんですよね。まあ、30中盤ぐらいまでは、まあ、体力もあるし、まあ、そんな気にならないかもしれませんけれども、大体これがもう40ぐらいになってくると、もう一気にもう力尽きちゃうっていう人が、まあ、大半に残念ながらなっちゃうという。まあ、これがアメリカなんですよ。ですので、給料もそこを見越してこないとダメなんですよ。自分のお給料が上がっていくのかとか、まあ、副業でもいいですけれども、そこで稼いでいかないと、インフレに追いつきませんから。はい。まあ、そこが、厳しい現状になるわけです。まあ、家持ってる人は、それがローンになるわけなんですけども、まあ、ローンの人は多くの人は固定費で、まあ、毎月出ていくっていう金額が決まっているんですけれども、ですんで、その家賃をどれだけ抑えられるかっていうところが、まあ、勝負かなと。で、これが日本から来た人だと、ああ、私、そんな治安悪いところ住めないと。とか、ちっちゃいところ住めない。不便なとこ住めないと。やっぱなっちゃうんですよね。自分の今まで生活してきたレベルのランクを落とすって、むちゃくちゃきついと思うんですよ。ランクを上げる方は、ね、それは居心地いいから楽になると思うんですけれども、で、やっぱりここに来て、やっぱ日本は、やっぱ、なんやかんやっても、やっぱ安いと思うんですよね。まあ上がってきてる。まあどれぐらいだけ日本も上がってるって言われてますけど、どれだけ上がってるかわかりませんけれども、そのインフレの率が、まあアメリカが、早いですから、ですので、もう乱高として住むしかないんですよ。もしくはシェアとかして、例えば、まあ3000ドルやったのが、3000ドル家賃の人が、まあ3人、2人で住めば1500ですし、3人であれば1000ドルずつですよね。家賃3000であれば。そこを、まあ、固定費を落とさないと、どんどん厳しくなっていくということなんです。ですので、早め早めに行動しておかないと、だんだん、もう、展開は苦しくなっていく。まあ、それに見合ってお給料も上がっていけばいいんですけれども、でもね、お給料も、やっぱ一部の人だけなんですよ。やっぱり、それに、やっぱ、アメリカ高いって、まあ、確かに高いと言われます。で、まあ、IT を中心に、まあ、お給料はアメリカ高いんですけれども、で、じゃあ普通の仕事どうなのと、まあ、なった場合、今最低賃金、ロサンゼルスがだいたい16から17かな。で、まあ、ですんで、時間給で、まあ、2000超えるわけなんですよ。だとしても、2000超えたとしても、やっぱり、年収6万ドルっていうのは、やっぱなかなか厳しいと思うんですよね、普通の人で。インフレの、それも計算してこないとダメですし、まあ、自分のお給料がどれだけ上がっていくのかっていうのも計算していかないと、結局来てもたまらないんですよね。多くの人は貯めてなんとか、できるだけ楽したいはずですよね。
できるだけ本当はあんまり働きたくないっていう人が、まあそれが多くの人だと思うんですよ。まあ仕事好きな人もいると思いますけれども、うん、でもそうならないですので、まあ多くの人は厳しい状況になっているということなんで、その辺も計算して、まあアメリカに、まあ、来られてみては、まあ来た方が、来ないと何にもできないままになっちゃうっていうことなんですよね。はい。まあ、今日はですね、今アメリカ、まあ、年収、まあ、どれだけあれば、まあ、アメリカに住めるのかと。ね、あ、ただ、やっていくだけですよ。その6万ドルって今数字出しましたけれども、まあ、その、田舎のちょっと州に行けば、多少下がってでも行けるんですけれども、まあ、結局、田舎の州に行っても、今度年収、やっぱりその地域に合わせてお給料が低くなるということがありますから、そんな多くは変わってないんですよね。根本的には解決してないんですけれども、まあ今のこのアメリカは、こういった形です。まだまだ上がるはずです。はい。もうこれ僕ずっと言っているんです。そして上がってきてる。はい。まあ何よりですね、この家賃がすごい上がっていくのは激しいと。で、これが上がるから、そのレストランのね、その食べ物とかも、まあ、それだけじゃないですけれども、それに食べ物に乗ってきますから、そんで値段が上がっていくんですよね。はい。まあ今日はそういった形までですね、このアメリカのね、あの、ロサンゼルス、まあこの生活情報、まあちょっと今買い物動画よく見てくださってる方多いので、まあそれを中心に上げているんですけれども、まだこういった生活のこととかも、まあなるべくわかりやすく、まあお伝えできればな、という形になります。はい。で、はい。今日は以上です。あの、ちょっとですね、ピーナッツ、あの、公園でさっき遊んでまして、ちょっと、なんか疲れてきてるんですよね。まあ年のせいも、まあだんだん今12歳ぐらいなんですけれども、はい。またピーナッツと動画を上げて、いきますんで、はい、ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。